はい、こんばんは、石田衣良です。こんばんは、武井宏奈です。こんばんは、早川洋平です。さあ、始まりましたね。なんかだけど、はい、もう夏っておかしいよね。いや、本当に今年過ぎるのめちゃくちゃ早くてびっくりしました、うん、もう7月だ。さ、そうそう、なんかさ、春が全くなかった感じしない？まあ文字通り止まってたというか、うん、飛んじゃいました、ね、する本当に。自粛でなんか綺麗に削り取られた感じする、春が。なんか季節をあんまり感じた、うん、私本当何日か前にストーブ出しましたもん、また寒くて。それは本当に飛んでます、ね、それはマジか。本当になんか寒くてねえと思って、この間30度あったのに今日なんか20。まあね、体の差がね。そう、なんか体が慣れてないからさ、暑いのも寒いのも結構きついよね、うん、そう、そうなんですよ、うん、まあ、でもそれでは今回は、はい、まあ人には歴史があるわけですね。この3人も今こうしてですね、はい、もうズームで何かを偉そうに喋ってますけど、みんな、いや、僕謙虚ですよ、違うか。みんな、かつてアルバイトをして、うん、1日何千円か稼いでいた時期がある。はい。ということでですね、ここの3人の、過去の、これ何なのかな、誇るべきなのか、恥ずかしいなのか、大変だったのかわかりませんけど、うん、アルバイト経験について今回は話したいと思います、はい、僕らのアルバイト体験。これ今回これね、まあ、イラさんから最初ちょっと着想してもらいました、うん、これなんでまた今このアルバイト。いや、今ね、コロナの自粛、それと経済的には日本もはっきりロックアップされたと一緒じゃないですか、うん、なのでアルバイトの人とか非正規の人で仕事を一気になくして大変だっていう人がまだたくさんいると思うんですよ、はいはいはい、なので、そういう人たちにちょっとエールを送る意味で、うん、僕たちのアルバイトのちょっと大変だって話なんかも、してですね、まあちょっとそういう、辛い経験もシェアしようみたいな感じで提案したんだよね。なんかでももうイラさんっていうとね、うん、フリーター時代とかもあるから、なんかもうアルバイトってすごいいろんなもん、もうなんか小説のネタにもしたようなこといっぱいありそうですね。いや、あるある。やっぱほら、大学を卒業した後すぐに就職しなかったからね。はいはいはい。うん。2、3年フリーターで暮らしちゃったので、学生時代からその期間を含めるといろんなことやったもんね。なんかまたイラさんの時代のアルバイトと私たちの時代のアルバイトってちょっとなんか違いそうですよね、うん、いや、変わんないんじゃない。そうです。うん。なんかだって、はい、僕さ、倉庫のピッキングの作業員とかやったけど、それは今アマゾンに変わってるだけだから、アマゾンでもピッキングこうやってやってるからさ、この間の小説の舞台にもなってる、ね、そうで、あとそこら辺の工事現場の前にさ、ただぼーっと立ってさ、なんか、交通整理してしているじゃん。それやった。あ、それメモしておくの忘れた。俺それもやった。そう。交通誘導員とかも、僕らの頃と今と全く変わんないからね。へー。もう、でもかれこれ、下手したら35年ぐらい前だから全然変わんない。あ、そうか。じゃあ意外となんかこう、文明というか、うん、そういうのがね、発達しても、意外と人の手って変わらないですか、ね。はっきり言ってさ、スマホとかできて、パソコンもできたけど、うん、全然変わんないよ、作業の現場なんて。あ、うん、そっか。なんかこの間、ごめんなさい、50代半ばぐらいの人になんか聞いたら、うん、なんかの不動産マンションの、うん、その購入に並ぶ桜をやってたっていう人がいて、でもそれも今もあるんじゃない？それは AI じゃできないもんね。そう、こういうのこそ必要じゃない。そうそうそう。ね、うん、私は確かに。そう、それは桜だけど、ほら、裁判所の前でさ、傍聴券を取る。あ、ありますよね。なんかもう、ね、雑誌なんかみんな大量に雇うから。でもなんかそのマンションのやつはもう、うん、1日何時間も並ばなきゃいけないんですけど、本当に10万単位で、うん、お給料というかアルバイトギャラもそんなにもらえたんだ。そう言ってて、いや、羨ましいなと思って、うん、思ったんですけどね。まあ、でもなんかみんな変わらないと言いつつ、後でね、いろいろ話したら、うん、なんか自分で当たり前だと思ってたもんがすごいぶっ飛んだアルバイトだったら面白いですね。え、でもさ、うん、学生時代からそのアルバイト時代っていうのはみんなどこにいたの？どこというの？洋平くんは東京場所ですか？あ、横浜です、ずっと。横浜か。いや、横浜と東京だったらあんま変わんないよね、バイトは。ですかね、多分。まあ、都内に逆に出たこともたくさんあるし。うん。で、ヒロさんは？私も東京ですけど、うん、ちょっと衝動に駆られて地方に行ったことがあります。え、泊まりのバイトってこと？そうですね、3ヶ月。え、何それ？スキー場の住み込みとか？あ、そうです、そうです。温泉の、うん、住み込みのバイトで、温泉宿なんですけど。うん、すごい。和服着て？和服着て、もうね、やばいんですよ。なんかもう訳ありのおばちゃんたちがめちゃくちゃいて、
え、ごめん、若いのおばちゃんってどういう人？いや、なんか犯罪歴があるか、そういうこと。いや、多分、あの、詳しくはやっぱり聞けないんですけど、多分それ系もありますし、うん、あとちょっと家族のいざこざでお金稼がなきゃいけなくて、出稼ぎに来てるとか、うん、ちょっとあの、地元でなんか多分、いられなくなっちゃって、来てるとかっていう人が結構いて、うんうん、でもさ、ね、そういうバイトをすると、旅館とかホテルの人がいかに大変かってよくわかるでしょう。いや、本当にそうですね。朝から晩までほとんど休みないよね。うん、ないです。ご飯の時ぐらい。だって、朝は何時起きなの？朝、あの、やっぱ早番遅番あるんですけど、うん、朝早いと多分7時とか8時とか。うんうん、で、みんなの朝食の準備手伝うわけでしょ？そうです、そうです。うん、あ、そっか、もっと早いかも、6時とかかも。うん、はい、そうだね、うん。で、どういうスケジュールなの？え、で、朝食やって、うん、その後、あの、お布団下げに行って、で、うんうんうん、部屋の掃除して、うん、で、私なんか離れみたいなとこ担当してたんで、そこってあの、なんか温泉ついてるんですよ、小部屋。また、はいはいはい、訳ありの人、うん、違う。で、そこも訳ありの人泊まりそうな感じですけど、うん、で、そこの温泉のなんかこう掃除して、うん、っていうのをやって、まあお昼ご飯食べて、で、今度昼食の準備する時もあるし、うん、で、あとなんだろう。あ、で、その後はあの夜のお食事のなんか準備とか、うん、なんかそういうの、うん、で、終わるのが何時ぐらいなの？終わるのは多分食事終わりなんで9時とか。うわー、うん、朝6時から9時か、大変だ ね、 そうですね。だけど、うん、あ、今はちょっと思い出したんですけど、多分間2時間とかあるんですよ、休み時間が、うん、へー、中休みがあって、うん、それでまたあの働くっていう感じだったんで、うん、え、そのさ、アルバイトしてる子たちはみんな大部屋なの？個室があるの？あ、個室です、個室です。お、すごい。じゃあ2時間だったら本当にのんびりできるね。そうですね。みんなどうせ寝てるんでしょ、どう？まあ寝てる人もいればお散歩しに行く人もいたりとか。うんうん、え、何県それ？岐阜県です。岐阜県の温泉か、はい。岐阜県の温泉。で、そこの温泉は、うん、あの、うん、なんか、ウグイスの湯って、これ多分言ったらバレちゃうんですけど、ウグイスの湯。いや、でも別にバレても大丈夫でしょ。全然バレても大丈夫です。ウグイスの湯っていう、あの、うん、なんて言うんでしょう、緑色の温泉が出る施設 で、 で、そこの温泉、うん、従業員の人は入り放題で、うん、毎日温泉入ってました。いや、それが20年ぐらい前か。そう、うん、そうです、そうです。え、その頃さ、はい、その泊まり込みで1日っていうのいくらなの？いくらだったかな？多分1200円とか、1時間。時給が。時給。で、8時間とかだったら8000円、9000円ぐらいか。そうですね。悪くない、ね。悪くないと思います。で、3ヶ月泊まったら、じゃあもうかなりになるじゃん。そうなんですけど、途中で東京帰りたくなって、夜行バス乗って東京帰ってったりしてたんで、あの、全然貯金はできず、感じでした。それはなんかそこで、なんか 恋の始まりとかなかったんですか？ないんですよ。それがもうおばちゃんばっかりなんで。訳ありのね。そう、訳ありの。だからもう全然。この板前さんとなんかなんていうことは、またね、それはなんかドラマの見過ぎかな。ね、いやいや、でも、もう田舎だから、もうそういうの、ほんとすぐ広まるから、うん、ちょっとでもこう、ドライブしてると、うんうん、もう、ブワーって広まっていく。いや、岐阜県ってそういう感じなんだ。やってんじゃないかみたいな、そう。いや、でもさ、そう、うん、はい。考えたらさ、そういう温泉宿とかさ、うん、ね、ホテルとかの仕事が一気に今なくなったんだもんね。ね、まさにですよね、うん。そうですよ。そう、大変だよね。で、ほら、日本ってさ、自粛で、ね、自分で考えて控えてくださいよって言うから、それでギュッてできたじゃない？うん。でも逆にさ、じゃあそろそろ出てもいいですよって言ってもなんか怖がってなかなか出ないような感じしない？ああ、この間そんな話しましたよね。そう。ほんとほんと。だって海外みたいにさ、無理やり出るな、出たら罰金だぞって言われてるところは、いいよって言われたらイエーイっていう感じで出ていくじゃん。でも日本だとね、今までも出ようと思えば出られたのをただ我慢してるだけなんで、うん、続いちゃうよね。確かに。だから今、バイトそういう意味で解除されてどのくらいですか、うん、?2 週間くらい経ったのかな、うん、だったけど、どうなんでしょうね、そういうデータがあるのかわかんないですけど。いや、解放って感じはなさそうですよね。うん、あのカフェとか食事をするお店の人手がやっぱ少ないね。うん、渋谷の街並みとかは結構いるように見えるけど、うん、あれ暗くなるともう全然いない。あ、でもそうなんですよね。そうそう、うん、夜人が全然いない気がする。ない。そう。だから夜のお店ね、大変だよね。この間久々に横浜かどっかちょっと出ましたけど、うん、今、あの二人が言ってるように、なんか一見街は流れて人もそこそこいるんだけど、肝心のそのお店の中、うん、特典とか、服とか、うん、ほとんどいないですよね。
いや、売れてないよね。今、春物のセールすぐ始まったけど。そうそう、70%オフとかになってます。ねえ、ほんとほんと。そう、でも今、春物いらないもんな、もう。確かに。うん、そうなんですよね。気の毒なんだけどさ。そうそうそう。うん、アウトレット行きましたけども、すごかったですよ、もう値引きの率が。どこのアウトレット？網のアウトレットに行きました、その。ああ、網か。うん。じゃあ、お得な、なんかゲットできたんですか、いろいろ。そうですね、なんか買い漁りました。うっぷんを晴らすかのように。でもリベンジ消費って本当にあるのかな？どうなんでしょうね、うん。でもなんか無償にお金使いたくなりません？なんか。いや、全然別になんないね。え、入った ?10 万円。入ってない。僕入りました。嘘。僕確かめてないんだけど、入ってないと思うんだよな。俺ネットでほら、ネット時点で実は遅い説あったんですけど、うんうん、ネットですぐなんか5月かなんかにできるようになって、そっかそっか。でも、郵送より遅いっていう噂とか全然見てなかったら、うん、6月の頭にもう入ってました。まあそう。でも家族5人だけ。はい、そうです。そしたら結構大きいね。そうですね。うん、ああ。いいな。別にそれ、そのまま着服できるわけないんだ。そう、ちなみにさ、アメリカは、大人が1人12万で、子供が5万なんだってね。あ、そう。金額違うんですね、うん。そうそう、500ドルと1200ドルなんだって。そうなんだ。またそれは違うんですね。その金額、なんかちょっとアルバイトから離れちゃいますけど、うん、金額違うのと同じのってなんか意味あるんですかね、なんか。さあ、わかんないけどね、うん。日本の場合は少子化もあるから、うん、その子供の分は、子供にあげるっていうよりは、家にあげて、ね、子供に使ってくださいよってことだと思うんだけどね。なるほどな。国によっても全然違うんですね。面白いな。そしてアルバイトということで、ちょっと関連してる、関連してるのかな、うん、感想を来てます。はいはい、感想をちょっと読みましょうか、うん、じゃあ。はいはい、はいはい、女性の方からいただいています、はい、こんにちは。いきなりですが石田さんにお礼をお伝えしたくてこのコーナーをお借りメールを書いています、はい、私は20歳で割と固い会社に就職し現在も続けています、うん、ちなみに今この方40歳です、はい、27歳の前時に前から興味のあった体を売る世界でアルバイトを始めました会社では出会えないようないろいろな方々とお会いし、肌を触れ合うことでその方の孤独や願望などを感じて少しでもお役に立てることにとてもやりがいを感じていました。はい、そこにたくさんの世界がそれぞれの方にあり、私もその一部に関われたことに喜びを感じます。その素晴らしさを石田さんは少年の中でリアルに表現されていて、とても清々しい気持ちになりました。ありがとうございますという感想です。今40歳で続けてるんですかね。そういうことでしょうね、きっと。なんかじゃああんまりハードじゃなく、時間のある時にちょこっとずつ続けてるって感じなんだ。なんかいろんな世界があるよね。本当ですね。うん、男の子でもいたもんね。うん、僕、リアル少年みたいな仕事してますとかって。そうなんですね。サイン会の時とかに会ったことがある。へぇー。うん。わぁ、なんかどんな世界なんだろう。自分だったらどうかなって考えちゃうな。いや、この方のね、文面だと、だから本当に、なんか向いてるというかね。そうだね。この人がある上でなんだろう。うん、ゆとりがあるもんね。無理やりその、生活のために頑張らないといけないとかさ、うんうん、借金返すためみたいんじゃないじゃない、うんうん、昼の仕事があった上でだから、うんうん、その中でちょっとそうやってゆとりを持ってやれるんであれば、適性がある人にはいい仕事かもね。だから分かんないですね、本当アルバイト、今日の話で、うん、種類もそうだけど、何がこう自分にあって、あとまた社会的にどうこうとか関係なくね、またそれが合う合わないとか。うん、でもなんか知んないけど、仕事もバイトもさ、どんなものでも、やればやったなりに何か経験が身につくよね。いや、本当ですよね。うん、思います。うん。洋平くんはどんなバイトしたの？僕はでも結構普通っちゃ普通だけど、うん、まあ、一個思い出すのはあれかな、なんか世論調査のバイトですね。あ、それこないだ入ってたポストに紙、世論調査やりませんか？それは何？こういう調査項目を誰かに聞いてくるインタビューの仕事みたいなの？そうなんですよ。あれ、どこでこんな仕事見つけたのかわかんないんですけど、だから、なんか、そう、その世論調査ってあれ国がやってんのかな？忘れました。まあ国とかはまあ公的な団体がやってるのは間違いない、ね。なんかこの住所のどこの団地全部回ってくれみたいな感じで、うん、ただ当然アポなしで行くんで、うん、なんかまあ断られたらイルスもあるんですけど、それを一日で回りまくって、回答してもらってみたいな感じですけど、うん、まあなんだろう。え、それってさ、一件いくらなの？時間じゃないよね。なんか何ヶ月いくらでした？私の地域は。あ、そうなんだ。一件いくらじゃなかったと思うんだけど、うん、まあ結局、
その何日間で、まあとりあえずこれ全部回ってていなかったらそれでもまあ払うよみたいな感じだったと思うんですけど、うん、まあ、それこそ今思い出したんですけど、やっぱりその時にちょうど就職活動前だったんですけど、うん、結構まあ、ご存知ね、人があんまり好きじゃないんですけど、その世論調査は意外と、うん、そう、なんかインタビューな感じで話聞くのがすごい。ああ、そっか。で、ね、やっぱり。一件どれぐらいかの時間、ちゃんとやったら時間がかかっちゃう。いや、そんなかかんないですね。多分15分とかに。うん、あ、そんなもんですね。どんなこと聞くんですか、それって。なんかその世帯のことも聞いたりとか、結構突っ込んで聞くけど、うん、受けてくれた人はやっぱり、うん、っていうか、もともと公共ね、の仕事だから、まあ、断る人もいるけど、割と出てくれた人はちゃんと話してくれた。うん、でも、やっぱりね、時間ある、年配の方だったり、そういう方は結構話し込んでくれるんで、なんかその時に、そう、今のなんかいろんな経験っていう意味では話聞くの多分面白いなと思って。で、その後も、就職してからも全然、新聞記者と関係ない仕事をしてる時も、なんか商店街とかをアンケートして回るような仕事とかもしてたし、だから意外と、なんか繋がってる。うん、向いてたんだね、そういうのがね。すごい。面白い。表バイトはそんな感じ。まあ、うん。いや、だからさ、人に話を聞くのはさ、面倒だけど面白いもんね。そうなんですよ。うん。うん、で、その聞く理由がね、なんかいきなり飛び込みとか嫌がられるようなことだときついけど、うん、そういうある程度ね、大義名分があれば、まあ楽しかったかなと。確かに。さあ、質問かな、もう一つ。そうですね。はい、行きましょうか。はい。25歳の男性からです。営業職なのですが、お客様からのお問い合わせに対してレスポンスを早くしなければいけないのは分かっているのですが、催促を受けることにストレスを感じています。どうしたらストレスフリーの状態で対応できるようになりますでしょうか、というお悩みです。ごめん。レスポンスを返さないといけないと思いながら、返すのが遅れてしまってプレッシャーになるってこと？いや、催促を受ける。早く返してよっていう、そういうことだと思います。いや、それはさ、本当に遅いんだから早くすればいいんじゃないの？あ、まずそうか。まずそうか。うん。っていうか、うるさいお客とそうじゃないのを、ちゃんと分けた方がいいよね。あ、こいつうるさいなっていうのは、ちょっと早めにやるとかさ。うん。うん、でも、めんどくさいね。そういうプレッシャーは嫌だね。私結構何でもかんでも早くしちゃうから逆にちょっと良くないなって思うことがある。うん、あ、そう。はい。即答しすぎない方がいい。うん、なんか今言ったように多分分けた方がいいんだと思います。この返事、うん、この案件はちょっと時間遅らせるとか、これは早く返さなきゃいけないっていうのをちゃんと考えてやった方がいいんだと思うんですよね。で、早くすればいいってもんでもないからね。早く、もっとなんか熟考した方がいいようなことを早く何でもその日に返すみたいにやってると、後で後悔することもあるから。うん、そうそう、ありますね。だからやっぱそういう点ではさ、やっぱ普通、営業とかの仕事は大変だよね。うん、正直、僕の方だと、自分のペースでいいわけじゃない、うん、だから何日か考えたいっていうのはもうそれで OK だしね。そうですね。まあ締め切りはね、大変ですけどね。うん、そうね。そうか。催促でもされると嫌ですよね、確かに。催促されたくないから早く返すっていうのはあるかもしれない。でもこれ真似はしたくないけど、まあ僕の周りとか見てもどうです、皆さんの周りもいません、逆パターンでというか、まあもちろんね、うん、こう早くやるのが一番だって今の話あるんですけど、うんうんうん、いくら催促しても全然答えない人もいますよね。まあ、あ、その返事がないってことですか？違う。この人の場合営業でお客さん相手だからさすがにそれはちょっとまずいかもしれないけど、うん、例えば社内でだったり、うんうんうん、協力関係でなんかレスを欲しいんだけど、もうなんかいつも期限遅れても、こっちから早くしてくださいって言っても、なんかひょうひょうとすいません、ごめんなさいみたいななんか感じ、スルスル言って、全然この人ストレス感じなくて、俺その人みたいに行きたいなみたいな思ったこと結構。ちょっと、インド時間みたいな感じのね。そういう人は確かにいるね。そう。でも私、うっかり忘れて、すごい遅れるみたいなこと結構よくあります。前あったよね、俺らの間でもね。結構よくありますよ。でも意外と、なんだろう、ちょっと羨ましいんだよね。そう、俺絶対忘れないから。うん、絶対忘れない。いや、だからさ、そういうのはなんか、豆な人はさ、豆じゃない人が羨ましいし、うん、豆じゃない人は豆な人が羨ましいもんなんだよね。ね、いや、ほんとそうですよ。ほんとそうですよ。ただ、プレッシャーを感じるぐらいのでいいんじゃない、仕事だから。ああ。仕事で何もかもノンプレッシャーでさ、ほいほいうまくいくなんてことないじゃん。うん。
でもなんで催促されるとプレッシャーになるかって考えた時に、多分あれですよね、そのやってないって自分で分かってるから、それを上からさらに追い打ちかけられて、ね、うん、言われるから嫌なだけであって、多分やんなきゃって思ってることをやれば解決するのかな。だからこの人も正直言ってすぐ返事をしたいようないい好きな相手だったらいい仕事だったらやってるんだよ。あー、なるほど、そうですよね。なんかめんどくさい相手とか、うわこれちょっと嫌な案件だなっていうのに限って、うん、来ますよね。わけに置いとくじゃん、手つけないで。本当そう。それで後で来ると本当辛くなるんだよね。いや本当そうです。でそれは人間だからしょうがない。うん、嫌なことほど先にやった方がいいかもしれないですよね。いやそんなできるわけないじゃん。できない案件だから置いといてると。うん。これでも、どうでしょう、イラさん最初言ったように結構シンプルに わかんないですけど、うん、やっぱりシンプルに なんじゃ、みんながみんなそんななんか催促してくるような人でもないだろうか、その案件の話とも言えるけど、うん、そのなんか特定な人だったらね、その人との接し方をさっき言ったように、まあ、なるべく早く、まあ、できることできないことあるでしょうけど、なんかみんながみんな催促してくるような、要は、なんか、テーマーみたいなわけじゃないよね。うんうんうん、いやだけどさ、大体さ、一番嫌いで一番まずいものからさ、食べられる、ご飯とか。私食べます、先に。あ、僕も頑張る。僕も頑張るわ、うん。私、美味しいものの後に残す。最初と最後に食べる。僕ら平成の惜しいんだよね。違う。そう。惜しい、惜しい。嫌なものは食べないんじゃないの？いや、食べます。食べるの？ここで全然価値観が違う、うん。嫌なものは食べない。いいな。そっか。あ、嫌なもん。いや、うん、食べないけど。いや、特にさ、お弁当、豪華のお弁当とかで、あ、もう彩りとか綺麗だけど、これうまくないよな、みたいなのあるじゃない。私、ご飯残さないもん。もったいない。もったいない。あ、ご飯もおかずも残さないんだ。残さないように頑張りますね。あのね、それは、これから大変よ、40過ぎて、あと何年かすると。もしかして体に出るとかそういう話ですか？いや、もう体に本当につくから、もう嫌なものは食べないぐらいでも太るからね。でも本当食べない方がいいよ。ということで、じゃあ、まあ、この方はどうしましょうかね。まあ、催促受けるということで、うん、まあ、気持ち、スピードはやっぱ上げた方がいい。そうだね。でも僕は仕事のストレスって全部が全部解決してなくしちゃわない方がいいと思うんだよね。あ、うん。やっぱりそのストレスがあることでこういうなんかリズムが作れるじゃない？はいはいはい。うん。だから、ある程度、ちょっとこの人はやばいなっていうのはちゃんと対応しておいて、うん、そうでないのは、伸ばしても積んでおいてもいいと思う。うん。うん、なので、今のままのやり方の中で、最悪の人だけ手を打って、あとは今まで通りでいいんじゃないかな。うん、そうですね、うん。さあ、ということで、はい。前半無料部分は、このあたりでということですかね。うんうん、はい、でもさ、アルバイトはみんなネタあるよね。ありますね。うん。温泉宿も世論調査のバイトもちょっと面白いもんね。不思議バイト。なんだろう。またね、来月、今月か7月も人生相談スペシャル、うん。あ、そうですね。人生相談がちょっと関係するかわかんないけど、はい、なんかどんなアルバイトしてどう行こうみたいな、またお便りとかでも欲しいですよね。うん、そうですね。面白そう。うん、そうだね。うん、ただなんかちょっと一言言い忘れていたのはさ、うん、なんかアルバイトやってる時って、ちゃんとした仕事の時とは違って、なんか明日も知れない切なさみたいなのがない？毎日毎日時間を切り売りしているみたいな。うん、あ、今考えるとそうだけど、なんかバカだから何も考えてなかったかな。うんうん、まあ、学生とかだったらね、はいはい、フリーターとかになるとそういう感じがすごいするのよ。なので、僕、いまだにさ、ニュースとかでなんか事件を起こして、はい、例えば40歳、35歳、無職とか言われると、うわぁ、なんか、その気持ちわかるって思っちゃうんだよね。うん、だから、いわゆるその学生時代にね、気軽にやってるアルバイトと、その後のアルバイトって、まあ当たり前ですけど、違うわけですよね、うん。そうだね。アルバイトが自分の本業になると、うん、なんか、なかなか切ないんだよね。うん、でも、そういうのもちょっと一回味わっておくと、本当はいいかもしれないなって思う。あ、説得力があります。辛いな、うん、辛かったな。まあ、じゃあその辺のイラさんのね話もまた、はい、この後半部分でお届けしたいと思います。続きはニコ動の方、あ、なんか僕が仕切り始めましたけど、ニコ動の方で、はい、この下かな URL をご覧いただければと思います。はい、またこのチャンネル登録の方も YouTube よろしくお願いします。それでは、はい、お願いします。また、はい、では後ほど。